ロゴルファーの中西直子です。いよいよ男子ゴルフツアー前半戦最終戦を迎えました。その最終戦は日本プロゴルフ選手権、今年2試合目のメジャートーナメントが日光カンツリークラブで行われます。ここまで来て、まあ、得たもの、そしてまだまだ足りなかったものいっぱいあります。ちょっとね、2週連続の予選落ちもありましたが、本当に自分なりに一生懸命頑張って、なんかうまくいけへんなって思ってたら、気がついたらシード僕1年目でした。考えてることとかやってる悔しさとか考えたらシード10年目ぐらいの感覚でいました。だけどまあ冷静に自分の今立ち位置をこう考えて冷静に分析したところ、まあシード1年目本格参戦1年目ということで、まあ今年目標としている優勝を目標にしていますが、そうですね、まあぼちぼちなんじゃないかなと。で先週、ダンロップ福島オープン見てですね、大好きなコース、もう本当にあのコース行くといつもポジティブに帰ってこれるんですけど、そのまんま日光カンツリーに向かうことができます。日本プロゴルフ選手権もですね、相性のいい試合だと思っているので、まあ自分で言うのもあれですが、持ってる男ということで日光、英語にするとサンシャイン、まあ、サンライズとかけてサンシャインと解きます。その心は俺が一番合ってる。ちょっとよくわかんないです。ちょっと何言ってるか、ちょっと何言ってるかわかんない。ということで、まあ前半戦の集大成をですね、今週ここ日光カンツリーで披露させていただきたいと思います。そして今回はなんと好きですね。大好き大好き中西大好き。というわけで中西大好き違う中西直人サンシャインカンツリーでサンライズしたいと思います。ぜひ皆さんその模様を現地見て聞いてください。 Here we go。 いや真面目な話、今現在どんなランキングはどうなんですか。はい、ですね、はい、今現在、2020年から2021年、はい、統一トーナメント、統一シーズンということで、はい、前半戦最終戦の前にして、はい、29位でございます。獲得賞金は1410万ぐらいかな、ちょい5位ぐらい、はい、自分自身としては、納得はしてません、うん、なぜならもっと上に行けると思うし、本当にゴルフ界を変えたいと思っているので、こんな成績じゃ全然ゴルフ界も変えれないと思うし、成績とやっぱりこうみんなでこう新しく風を吹かしてもらう、でそれに、ギャラリーの方も一緒になって盛り上げてもらうということで、そのやっぱり強くないと盛り上げれないし、いろいろこう新しい風を吹かしていけない、いかないと盛り上がらないと思うので、ちょっとそういう意味でも、今週サンシャインカンツリーでサンライズさせたいと思います。 Let's go man。 乗ってますね今週。でしょ、はい、ちょっといつもと雰囲気違うでしょ。雰囲気違いますねやっぱり。でしょ、何が違うと思います。なんか違いますね。そう、何が違うと思います。何ですかね。いやバイザーね。
あそこね。そう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 。はいはいはい。そう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 。いいですね。そうでしょ。はいはい、髪の毛セットしてサンバイザー被るのは、はい、冷静に10年ぶりぐらいです。はい、冷静に10年ぶりぐらい。うん、サンライズはですね、サンライズハットということで、まあ、日よけのために日差しによる日の出による火から守るなんて言ったらいいの、プロテクションをメインにしてるんですが、今回のサンバイザーもかなりつば広め、つば広で、はい、メンズが似合うような設計にしているので、どうですか、似合ってないですか。いや、いいじゃないですか。これほら、ぜひ皆さんに手に取って、販売予定ですか。またそんな話聞いちゃう。販売させていただきます。7月の半ば。なおさ。ほうほうほう。あの色展開は。そうそう。色展開は白黒紺。もうこれにつきます。はい、なぜかというと、やっぱり合わせやすい。うん、で、まあ柄物サンライズの初めてのデジタルブロックから、デジブロ柄物作りましたが、やっぱり目立つのはシャツとかパンツとかだけでいいかな、あとは合わせやすい色でいきたいなと思っていて、でこれにさして白黒この3色展開にやらせていただいています。はい、ぜひこれも含めてね、結構ストレスフリーで作っているので、ちょっとつけてもらいたいなって思います。まあ、今日はね最高の天気で本当にサンバイザー日和なんで、これでね、逆に上欲しい。今日こそ、今日こそ上が欲しい。今日こそ上が欲しいね。でもまあ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 いいやっていうことで、今週最終戦ちょっと注目してほしいなって、見てほしいなって、来てほしいなって、声援欲しいなって、そんな風に心から思っております。というわけで最終戦どういう風に終わるか気になるでしょ。はい、気になりますよね。なりますね、と思うので、来ていただいて応援していただいて、一緒に日光カンツリーでサンライズできるようぜひ応援よろしくお願いします。そして合わせて男子ツアー、中西直人の応援だけじゃなく全員の応援をしていただいて、もう本当にゴルフ界を盛り上げていただく、そんな感じで、この、今回の YouTube を締めさせていただきたいと思います。また今日今乗らせていただいているのはこのクソワーガーキグワンちゃん、この車にはこの車と本当にいろんなところを歩んできました。本当に統一シーズンですが、今29位、まあ自分としては納得いってませんが、順調じゃないかなっていうふうに思えるのも、このストレスなく、連れてきてくれたこのフォルクスワーゲンティグワンちゃんのおかげだと思います。ありがとう。めっちゃ鳥鳴くやんめっちゃ鳥鳴くやんか。前半戦最終戦とともにツアー回らせていただくこのティグワンちゃんとも最終戦なんです。あ、そうなんですか。はい、はい、実は、はい、たくさん連れてきていただいたディグアンちゃんとですね、はい、この試合を持って別れたそうです。うん、なのでこのディグアンちゃんに最後に有終の美を飾らせてあげたいなと思って、このディグアンちゃんの上にトロフィー乗せて写真撮りたいなと。あ、いいですね。まあ何、まあ、いやいや鳥居さんも入ってもいいっすよ
いいっすか、うん、これね、本当に今ほらかなり荷物も乗らせていただいて、乗って、はい、もう本当にね、この車、ティグランちゃんも嫌な思いしてるかもしれないけど、いやいや乗してくれて本当にありがとう。乗りますよね、でも乗り乗りめちゃくちゃ乗ってる、はい、キャリーバッグ2本も入ってるし、はいはい、本当にいいっすね。しかも普通に横に詰めるっていうのが、押しますね。サンバイザーよろしくお願いします。初めて出すんですよ、だって、うん、サンバイザー、はい、なので、たくさん作ったので、ぜひ次の信号で左方向、はい、ありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました。僕たちの目標はもう分かりましたよね、今のでしっかりと全力を尽くしたいと思います。それでは、行ってきます。次の信号で左方向。